仏教やっております。これは私が吹いた仏教です。そしてこちらではお供え餅が出来上がっております。ここでこの2段に固めるお供え餅を交換で作っております。で、片栗粉の上に回しながら周りから寄せ集めてお供え餅を作ったところです。下形してお供え餅が出来上がってきます。もう一日の中で最初にこののし餅を作りまして最後にお供え餅を作っております。終わります。